皆さんこんにちは、ナミです。いつも動画のご視聴たくさんのいいねとチャンネル登録ありがとうございます。今回はですね、ヨーロッパ旅行には欠かせない教会での服装やマナーについてご紹介していこうと思います。ヨーロッパ旅行の際、多分多くの方が教会へ行かれると思います。日本にあるものとは違って、大きくて歴史的価値のある教会は絶対に訪れたいところですよね。ですが、そんな教会、やってはいけないこと、してはいけない格好があります。特に私は服装で引っかかって何回か入れなかったことがあります。なので、私の経験を踏まえて、教会ではやってはいけない服装、マナーなどお話ししていけばなと思います。まず、教会へ入る際はこのように禁止事項が書かれたものが入り口にあります。禁止事項にあることはしてはいけません。特に服装に関しては注意をしないと教会へ入ることもできない場合があります。このようにおへそが見えていたり、膝より上の丈のスカートはやめましょう。男性の場合も半ズボンはやめておきましょう。もし帽子などかぶっていた場合は、教会内のみ外しましょう。これは規則として書かれていることが少ないですが、たまに禁止事項で見かけることがあります。教会内の撮影は最初に入る入り口で、撮影の禁止事項がない場合は撮影が可能です。撮影が OK だとしても、三脚での撮影やフラッシュ撮影はやめましょう。教会内部ではもちろん静かにしましょう。騒いだり大きな声で笑ったりなどは控えます。歴史ある有名な教会だとガイドがあり賑やかになるかもしれませんが、教会は祈りの場なので騒がないようにしましょう。教会内での飲食は控えましょう。教会はレストランではありません。椅子がありますが、休憩の場所でもありませんよ。教会の外だとしても、目の前の手すりや階段などで、どこかで買ってきたピザなどは食べてはいけません。例えばこちら、歴史ある建物に汚れがつく場合があります。ここでの飲食はやめましょう。皆さん、いかがでしたでしょうか。今回紹介したものは常識の範囲内かと思います。私は真夏のヨーロッパでの観光をしていたので、結構露出が多い格好が多くて、教会に入ることができないことがあったんですけど、教会入ると決めた日は、もうその日はなるべく露出は抑えて、長袖長ズボンなどの服装に変えていきます。せっかくのね、ヨーロッパ観光で、そんなような格好をしちゃいけないっていうわけではないんですけど、教会や修道院など行く際はなるべく露出を抑えた格好をしましょう。なので、旅行の際は長袖長ズボンなど露出を控えた格好も持っていくといいです。ナミキャンバスでは旅行に関する動画を多く出しています。その中で観光地の歴史やちょっとした豆知識、やってはいけないことなども動画にしています。皆さんの次の旅行の参考にぜひしてくださいね。では次の動画で。